好，我们继续前往昨天剧情啊。那记得追踪大致的 IG 跟 FB，然后 YouTube 频道记得按下订阅按钮跟铃铛。OK，好，我们继续昨天剧情啊，《精神时そ光ろそろ屋部屋に行かねえとな。スーパーサイヤ人のその先へ、戦士たちの荒修行。何もかも真っ白だ。体も重いし、暑くて息苦しい。表に出てみろ。地球と同じ広さらしいぞ。迷わねえように気つけねえと死んじまうかもな。こんなとこで一年も。早速修行始めぞ。遊びに来たんじゃねえんだ。まずはご飯をスーパーサイヤ人にする。スーパーサイヤ人に僕がなれるかな。もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血引いてんだぞ。とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。本格的な修行はそれからだ。僕ひょっとしてお父さんの修行の邪魔になるんじゃ。あ、最初のうちはな。ほら、スーパーサイヤ人を超える力を必ず手に入れるつもりだ。しかしご飯、おめえにゃそのオーラをさらに超えてもらうつもりだ。え、僕がお父さんを？そうだ、絶対にそうなっと。オラそんな、僕がなれるのかな。すぐにそうなれってわけじゃねえさ。慌てずじっくりやっていこうぜ。ご飯、まずは軽く体でも温めてからだ。準備運動だからって手加減はいらねえぞ。この部屋で戦うのは結構大変だね。技や体の付け方はさすがのもんだ。ピッコロに叩き込まれただけのことはあるな。じゃあ次はやっぱスーパーサイヤ人になる修行に進んでよさそうだ。はい。違う、それじゃ木をでっかくしてるだけだ。スーパーサイヤ人はまず怒りがきっかけになる。怒り、プツンと切れるんだ。そんなこと言ったって怒れないよ。いきなりうまくなれるわけねえさ。父さんだってベジータだって苦労したんだ。焦ることなんてねえぞ、ご飯。はい。さて、行くか。俺も行きます。勝手にしろ。あ、18号たちの姿が見えん。この辺りの農後家の島に隠れているな。よかろう。聞こえるか、18号。姿を見せるんだ。見せなければ島を順に破壊する。わかった。
現れんか。面倒をかけやがって。貴様はベジータ。貴様がセルか。あいつはベジータ。わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たつもりか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。私をバラバラに。貴様が。あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。早速この俺の力を味わってもらおうか。なめるな。どうした、眠りでもしてやがるのか。この程度で生きがるんじゃない。もっと真面目にやれよ、セル。少しはやれるらしいな。本気にさせたいようだ、この私。はっ、こんなことがあってたまるか。どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。バカな。貴様はベジータだろ。違うのか。違うな。俺はスーパーベジータだ。とてつもなくでかい気を感じて来てみたけど、すげえ。あれが新しいベジータか。トランクスもあんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。人造人間たちだ。こんなところにいたのか。セルもベジータもトランクスも気づいてないのか。10メートル以内に近づかないとコントローラーは効果がないんだよな。よし。どうやら本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって。うわー、ちくしょう、ちくしょう。完全体に、完全体になれさえすれば。ほう、貴様が完全体になりさえすれば、この俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けません。よし。10メートル以内。このコントローラーで18号をストップさせても、破壊しなきゃセルに吸収されてしまう。チャンスは今しかないんだ。じゃあね。お前は、あれはまさか緊急停止コントローラー。なぜあいつが。ブルマさん、ごめん。え、
うまく逃げるんだ。絶対セルに吸収されないでくれ。頼む。なぜだ、なぜそいつを壊した。チャンスだったはずだろ。それは私が完全体になりさえすれば、パワー、スピード、技、頭脳、精神力、すべてにおいて完全な存在になる。コンピューターはそう答えたんだ。あれほど歴然たる差があっても完全体にさえなれば、この俺に勝てるというのか。何度同じことを言わせるつもりだ。貴様となら間違いなく勝てるぞ。その程度ならな。おお、父さん、まさか。お前たちサイヤ人は根っからの戦闘民族だ。戦ってみたいだろう。完全体になった私と。いいだろう、貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。行け父さん。父さんは逃がしてもこの俺は逃がさんぞ。おい、ベジータ、こいつは何とかしてくれよ。18号、あんなところに隠れていやがったのか。おーい、セルに見つかったぞ。しまった。完全体にはさせんぞ。邪魔はさせんぞ、トランクス。おのれ。ついに完全体になる時が来た。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。ふん、情けないやつめ。セルがどう強くなるのか見たいと思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。というけん、しまった。目が、やめろ。18号、くそ。いよいよ完全体に変身か。今度こそがっかりさせるなよ。出来上がりか。ついにセルは18号を吸収して完全体へとなった。18号を吸収され、クリリンは怒りの拳をセルに向けるが、圧倒的な力で返り討ちにあってしまう。トランクスが預かっていた線図で一命を取り留めたクリリンは、完全体となったセルの強さに驚愕していた。完全体との戦いを望んでいたベジータは不敵な笑みを浮かべ、セルを挑発する。落ち着きを取り戻したセルは挑発を冷静に受け止め、ベジータとの戦いの幕を開けようとするのであった。進化は究極へ。全てを圧倒する完全体。君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。どう
やら思った通り、完全体になっても大したことはなさそうだな。今度はどうだ。やめるな。貴様、本気でやってないな。だからウォーミングアップと言ったでも。これがスーパーベジータか。すぐ終わらせてやる。おやおや、差が大きすぎて戦いがつまらないとお前が言った言葉をおかえ、さてと、そろそろ殺してしまうか。何してんだトランクス、早く助けないと本当にベジータは死んじまうぞ。父さんは俺や悟空さんに助けられることの方がセルにやられてしまうよりずっと屈辱なんです。そりゃそうかもしれないけど、父さんがセルとの戦いで気を失ったら助けに入ります。しぶといな。まだかろうじて生きているようだ。今すぐ楽にしてやるぞベジータ。トランクス、お前を殺すぞセル。強気なセリフだなトランクス。クリーンさん、父さんを連れて遠くへ離れていてください。うん。トランクスの木が極端に小さくなった。セルの木はでかいまま。やられちまったのか。大変だ。起きろベジータ。お前にもベジータにも随分失望させられた。もっと楽しめるかと期待したが、最後に質問がある。お前たちは私に乾杯したとはいえ、短時間で急激に実力をアップさせてきた。時間があればさらなるアップも可能か。やってみなけりゃわからん。だがなぜそんなことを聞く。ふん、可能性がないわけでもないか。次の質問だ。孫悟空は何をしている。なぜここに現れないのだ。悟空さんは貴様を倒すための修行中だ。明日には戦いに現れる。悟空さんなら必ず願いを叶えてくれるぞ。俺はそう確信している。いい答えだ。では武道大会を開いてやる。武道大会。10日後の12時にしよう。大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。一体何のことだ。お前は知らんかもしれんが、かつて天下一武道会という大会があった。そいつを再現してやろうというのだ。ただしお前たちの相手は私一人でいい。一対一で戦い、私が勝ったら次の者がまた私と戦うのだ。場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。待てセル、武道大会の目的は何だ。そして最終目的は。
武道大会の目的は強さの確認と全世界を恐怖に陥れること。最終目的は特にありはしない。あえて言えば楽しむことが目的かな。一番の目的はもちろん恐怖に怯え引きつった人間どもの顔を見ることだ。それでは楽しみにしているぞ。その後トランクスは戦図で回復したベジータとクリリンにセルが提案した武道大会のことを説明した。武道大会？俺たちを使って遊んでやがる。ちくしょう。俺、悟空さんたちが出てきたらもう一度精神と時の部屋で修行してみるつもりです。貴様もカカロットも必要ない。この俺がまたあの部屋を使えば済むことだ。俺も大会に出る。頼む、俺をカプセルコーポレーションに連れて行って直してくれ。役に立ってみせる。ふざけるな。貴様もドクターゲロの作った人造人間だ。いいよ、俺が連れてって頼んでやる。強い仲間が一人でもたくさん欲しいからな。クリリンさん、心配しなくていい。こいつは多分悪い奴じゃないと思う。セルに飲み込まれたあの二人だってそんなにひどい奴じゃなかった。お前のいた未来の悪い人造人間とは違うんだよ。次元ワン、おめえはオラの考えてた以上に強くなってくれたみてえだな。そうかな。僕にはよくわからないけど。だがまだまだおめえは強くなれるし、本当は今だって力出し切れてねえだけだ。そろそろ修行の仕上げに入ってみるか。仕上げ？ああ、いつもよりもっともっと本気でかかってこい。父ちゃんをぶっ倒すつもりでな。そんな、倒すのは無理だと思うけど、できるだけやってみる。おめえの力、オラに見せてみろ、ごはん。はい、せいや、うわー、やるな、ごはん。私も行くぞ。パワーのコントロールはバッチリみてえだな。ごはん、今の感じ忘れんな。なかなか良かったぞ。でもお父さん、スーパーサイヤ人をさらに超えるにはまだまだ時間が必要そうだね。僕はやっとスーパーサイヤ人になったばかりで、それを超えるって。それについてはか、そのために今のオラたちがやれっことはスーパーサイヤ人にしっかりなれるっちゅうことだな。スーパーサイヤ人になれる？ああ、これから寝るとき以外はいつもスーパーサイヤ人でいて、それが当たり前の状態に持っていく。まずはスーパーサイヤ人になったときの落ち着かない気分を消すことから始めんだ。その後改めて基本的な修行からやり直す。遠回りのようだけど、それがスーパーサイヤ人を超える一番の道だと、オラ思う。ん？はい。セルは、
トランクスに武道大会の開催を告げた後、とある荒野に自ら武舞台を作り上げた。その後、テレビ局に乗り込んだセルは全世界に向けて流した放送で地球全体を恐怖で包み込んだ。セルゲーム。セル、ただ一人を相手に何人でも参加可能な武道大会を9日後に開催すること。そして参加選手全員がセルに負けた場合、世界中の全ての人間を殺す、とセルは宣言したのである。その宣言が冗談などではないことを証明するように、セルは街の一角をやすやすと破壊し去っていった。このセルの行いは、たちまち世界中を凄まじい恐怖で覆い尽くした。平和な世の中で、弱体化した軍や警察では、どうしようもない敵であることは、誰の目にも明らかであった。人々は忘れていた。その昔、ピッコロ大魔王と戦った小さな少年がいたことを。そして人々は知らなかった。ベジータたちサイヤ人やフリーザと戦った戦士がいたことを。孫悟空の存在を。クソ。何がセルゲームだ。まさか、本当にテレビであんなことを世界中に放送するなんて、思いませんでした。セルに全員負けたら、世界中の全ての人間を殺すなんて。おかげで世界中が恐怖で大パニックだ。悟空さんたちは、あとどれくらいで出てくるんでしょうか。丸一日までには、まだ3時間近くある。ふん、丸一日ちょうどで出てくるとは限らんぞ。焦ることはない。まだ勝負の日まで9日もあるんだ。孫たちの木だ。あいつらもう部屋から出てきたのか。なんだと？なんでこんな早く。あれ？やっぱベジータもトランクスもいっぞ。セルの木も感じっから。生きてる。どうなってんだいって。あれはご飯か。見違えだ。なんだあいつら。あれはスーパーサイヤ人か。いや、雰囲気が少し違う。ごく自然にあの状態で嫌がる。何があったんか教えてくれ。はい。実はセルゲーム、武道大会か。面白いこと考えやがったな。ミスターポポ、オラの道着捨ててねえか。捨ててない。ピッコロさん、僕も新しい服が欲しいです。ピッコロさんの服を。わかった。かっこいいやつをプレゼントしてやる。は？ありがとうピッコロさん。で、どうなんだ。セルを倒す自信はあるのか。わかんねえさ。完全体ってやつになったあいつには会ってねえからよ。これからちょっと見てくっから。孫悟空か。ああ、そうだ。どうだ。ここが世界の運命を決めるセルゲームのリングだ。運命を決めるにしちゃせこいリングだ。そいつが完全体か。そういうことだ。試合には必ず出てやる。それまではもう誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな。いい試合になりそうだな。
あそこまで強くなっていったかな。どうでしたか、悟空さん。正直、あそこまですごくなってとは思わなかった。やってみなきゃわかんねえが、ま、このまんまじゃ、俺は多分勝てねえだろうな。そんな。もう一度、精神と時の部屋を使うがいい。時間はあるんだ。いや、オラとご飯はもういい。下界で修行する。9日間もありゃなんとかなるさ。なぜだ？あの部屋は生涯で2日間しか入っていられないが、お前たちなら、まだ丸1日は十分に入っていられるのに。あそこの中、何もしなくても相当体にきつい。十分に休めてやった方がいい。やれやれ、さすがのカカロットさんも部屋の過酷さにとうとう音を上げたか。かもな。だがこれ以上無理に来ていてもつれえだけで修行じゃねえ。でもおめえたちがまたあの部屋に入るのに文句を言ってるわけじゃねえ。まだ鍛える余地は残ってるみてえだし。なんだと？気に入らんな。今の言い方だと貴様の方が俺より実力が上だと言っているように聞こえる。あ、ずいぶん上だと思う。何？じゃあみんな、おたげ頑張ろうな。武道大会でまた会おう。行こう、ご飯。あ、はい。武道大会セルゲームまであと9日。精神と時の部屋での修行を終えた悟空とご飯は、疲労した体を休めるため自宅に戻った。3日休んで3日特訓。そんでもって、また3日休む。そして武道大会だ。ねえお父さん、本当にそれでいいの？セルに勝てるの？ま、いいからいいから。悟空さん、ちょっとうちさ戻ってきてけれ。ん？はっ！好，我们这集到这边结束了，那谢谢大家的收看。那喜欢频道，欢迎频道首先放图片按下订阅，右下角订阅按钮跟铃铛这个打开，然后记得追踪我的 IG 跟 FB。好，谢谢大家的收看，拜拜。